もしかしてこれ学校？本物の教室？ここで生徒は勉強するんよね。授業があらへん時はどないしてるんやろ。話とかしてはるんやろか。居場所などを見つかる。君を道具として作ったのは他ならぬ人間だ。その彼らが道具以外の存在だと考えるはずだ。うちは誰であれ、自分の中にある何かから目を背けて生きている。覚めない夢の中で過ごしていたいと誰しも望む。誰がそれを責められよう。人間であっても心を理解できる者はいる。理解できても踏みにじる者はいる。君の方がよほど人間らしい。君が人間であった、何がいけない。うちが人間？人は夢によって記憶を整理する。毎夜の夢の中で辛い記憶を自ら手放しながら明日を生きていく。君もそれでいい。望みに反する事実など忘れてしまえばいい。忘れてしまえば。手放すことを恐れる。君が幸せをつかむことは君が慕う者たちの願いでもある。私はただ心から願っている。君が幸せであること。うちの幸せ。あなたが幸せになれることを心から願っています。
すべて幸せに。これで準備は整った。So it is.なんや、ちゃんといるやない。ちょっと廊下は走ったらあかんやろ。もう前見えひんと怪我するで。しゃあないな。うちがちゃんと注意したらんとあかんね。お疲れさん、会長。これから生徒会室？頑張ってくださいね。張り切ってんな。バイバイ、会長さん。これでよかったんよ。これで。今日はこの辺でおしまいにしとこか。誰やろ。あの、どちら様です？学校に何か御用でもあるんですか？本当にこれでよろしいのですか？私は大きな力が集まりつつあるのを感じて通りがかっただけの流浪の存在。忠告させていただくような筋合いのものではないのですが、まもなくこの場所は少しばかりの騒乱に包まれます。あなたが今のまま全てから目を背けていらっしゃると、この先お命に関わることもあるかと思いましたもので。命？よ
Yes, she may have some screws loose. ですが、今のあなたでは正しく選ぶことすらお出来にならないかと、みすみす命を落とされるのを見過ごすのも忍びないこと。ですので、ラストチャンスを差し上げようと思い参りました次第です。 しばしお相手して差し上げます。その間にご自身が何者であるかを思い返されてみてはいかがでしょうか。お相手では参ります。 Gee, and here I was thinking that I wouldn't get to fight anything in this story. Why does it have to be Elizabeth, though? Or we're overwriting that save. お見事でございました。ですが、お分かりになったはず。あなたは人ならぬもの。そのお姿でこそ成し得る大切な約束があり、それは生きる証でもあったはず。失ってしまってもよろしいのか、今一度お考えを。大切な約束。 生きる証。さあ、いよいよ試練の騒乱が始まるようでございます。それではご分を。なんともない。 夢? Yes, it was a nightmare. Just let it go. Uchi, nanka wasureteru? Omoidasana akan koto ga atta? だって私たちは愛されているんだもの。ほっとくわけにはいかへんよね。うち生徒会長なんやから。
Is that it, then? You can now continue from the cliffhanger in you, Yosuke, Shie, Yukiko, and Kanji and Teddy's story. Alright. We're gonna do that next time. So pretty much everyone except... Oh no. I guess we'll be able to go through the cliffhangers of these characters, and then when we've done that, as we progress, the rest of them should unlock? So that is how you reach 100%. Alright. Yeah, we will continue this some other time. So, until then, take care. And have a good night. あなたが手に入れられたペルソナ。それは、あなたがあなたの外側の事物と向き合ったとき、表に現れ出る人格。